ます。木こりのおじいさんは山へ出かけました。そろそろお昼にしようかな。おむすびを食べようとしたとき、コロコロ、コロリン。おむすびは地面を転がり、穴に落ちてしまいました。すると、おむすびコロリンすっとんとん。穴からかわいい声が聞こえてきました。おじいさんは面白くなって、もう一つおにぎりを入れてみました。おむすびコロリンすっとんとん。もう一つコロリンすっとんとん。誰が歌っているのかな？おじいさんは穴を覗いてみました。その時です。足を滑らせ穴の中に落ちてしまいました。長い長いトンネルを通り、ぐねぐねした滑り台を落ちると、そこにはキラキラまぶしい金色の世界が広がっていました。おむすびコロリンすっとんとん。おじいさんコロリンすっとんとん。かわいらしい声の持ち主はネズミたちでした。ここはネズミの王国だったのです。おいしいおむすびをありがとう。お礼に今度は僕らがおもてなしします。おじいさんはたっぷりごちそうを食べ、お土産に打ち出の小槌をもらいました。家に帰るとおばあさんにネズミの話をしました。打ち出の小槌を振ると何でも好きなものが出てくるらしい。まあ、それなら私は赤ちゃんが欲しいわ。おじいさんが打ち出の小槌を振ると、おんにゃー！玉のように可愛らしい赤ちゃんが生まれました。みんなで仲良く暮らそう。たくさんおむすびを作りましょうね。3人の家にはいつまでも笑い声が響いていました。おむすびコロリン。むかしむかしのお話です。はい、おじいさんの大好きなおむすびですよ。おばあさん、ありがとう。行ってきます。木こりのおじいさんは山へ出かけました。そろそろお昼にしようかな。おむすびを食べようとしたとき、コロコロ、コロリン。おむすびは地面を転がり、穴に落ちてしまいました。すると、おむすびコロリンすっとんとん。穴からかわいい声が聞こえてきました。おじいさんは面白くなって、もう一つおにぎりを入れてみました。おむすびコロリンすっとんとん。もう一つコロリンすっとんとん。誰が歌っているのかな？おじいさんは穴を覗いてみました。その時です。足を滑らせ穴の中に落ちてしまいました。長い長いトンネルを通り、ぐねぐねした滑り台を落ちると、そこにはキラキラまぶしい金色の世界が広がっていました。おむすびコロリンすっとんとん。おじいさんコロリンすっとんとん。かわいらしい声の持ち主はネズミたちでした。ここはネズミの王国だったのです。おじいさん、おいしいおむすびをありがとう。お礼に今度は僕らがおもてなしします。
ごちそうを食べ、お土産に内出の小槌をもらいました。家に帰るとおばあさんにネズミの話をしました。内出の小槌を振ると何でも好きなものが出てくるらしい。はあ、それなら私は赤ちゃんが欲しいわ。おじいさんが内出の小槌を振ると、おにゃー、玉のように可愛らしい赤ちゃんが生まれました。みんなで仲良く暮らそう。たくさんおむすびを作りましょうね。3人の家にはいつも